この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。2211 12 13 14 15 16 17 18 19 20。スミカ？バレたか。なんでわかったの？靴。ああ。ヒールやめなさい。こけるわよ。チェ、ママと同じことを言う。で、いつまで働けるの？一応今月いっぱい。え？今月って、あと4日じゃない。ああ、書類上の話。動けるうちは手伝うわよ。力仕事は無理だけど。無理しないで。それより準備大丈夫なの？いや、もう大変。仕事の引き継ぎやら書類の手続きやら。あ、そうか、館長来てる？下じゃない？ああ、面倒なのから先に片付けっかな。ネムの友達？はい、ラッカって言います。新生士なんで見学させてもらっています。私はスミカ、ここの司書。よろしく。と言ってもいつまで働けるかわかんないけど。さあ、手伝うよ。あ、そんな、大丈夫です。一人じゃ無理無理。ほら。すみません。新生士ってことは生まれたばかりなんでしょ？とても赤ちゃんには見えないけど。生まれてくるときってどんなだった？怖かった？いいえ、よく覚えてないけど、夢の中で誰かが守ってくれてたような気がして。こっちこそ、いいこと聞いちゃった。え？親の気構えってやつをね。よく一人で持って上がれたわね。スミカさんって人が手伝ってくれたの。ああ、スミカは私の先輩。いや、元先輩か。ここの本はね、トーガの交易品だから、どんな本がいつ来るかわからないの。だから整理が大変。それに。じゃあこれ、みんな外の世界で書かれた本なんだ。あ、それに、古い本ばっかりだから気をつけて。あと20分しかない。私、これ修繕に出してくるから、ラッカはラベル貼りお願い。うん。手伝ってもらって。うん、もともと私の仕事だもの。それより熱心に何を読んでたの？何ってわけじゃないんですけど、この街の外に何があるのか、どこかに書いてないかなって。ああ、わかるわかる。私も昔そういう本探して回ったっけ。へえ、見つかりましたか？うん、ダメだった。あ、そうかもしれませんね。私ね、昔この街を出ようと思ったんだ。え？世界の始まりを知りたかったの。世界の始まり？例えば、この街がここにあるってことは、
誰かが最初にこの街を作ったからだよね。それと同じように、世界がどれだけ広くったって、探せば始まりがあると思うの。それを知りたくて。でもダメだった。何しろ夢より現実の方が幸せなんだもん。あま、夢は夢のままだから美しいってこと。でも時々ふっと考えちゃうのよね。ああ、人生って難しいわ。あ、いけない！まったくスミカにも困ったもんね。ごめんね。ラッカはいいよ。初めてなんだし。スミカは先輩なんだから、もっと。もっと。周りの模範にならないと。はいはい。カウンター変わるわよ。お話お姉さんの出番だって。こうして悪い魔法使いは醜いカエルになってしまいました。若者は子供たちを助けるために高い塔の階段を登って行きました。老婆にもらった種をまくと、種からあっという間につるが伸び、若者と子供たちは無事に帰ってくることができました。こうして平和が戻りましたとさ。やめてよ、照れるじゃない。ほら、お話お姉さんにありがとうは。ありがとう。でも随分感じ変わったな、ここ。前は学者しか来ないような印象だったのに。でしょ、苦労してるのよ、いろいろとね。あ、そうだ、私買い物あるんだ。ヒカリ、チビどもを連れて帰れる？うん、いいよ、クーもいるし。クー先生の代わりだって。先生やる。助かる。じゃあ。ああ、肩凝った。レキもよく毎日子供の相手する気になるわよね。ネムだって子供好きそうに見えたけど。たまにだからよ。毎日は絶対無理。ごめん、明日の打ち合わせがちょっと長引いて。ううん、それよりごめんね、あんまり役に立たなくて。十分よ。でもあと4日か。え？スミカのことお祝い考えてたんだけど、間に合うかな。なに？編み物？内緒。あ、教えてくれたら手伝うのに。なんか照れくさくって。ヒントはね、世界の始まり。え？昔図書館にそういう本があった。もう捨てられちゃったけど、古くて最初の何ページかしか判別できないようなボロボロの本。スミカと二人で続きをあれこれ考えてね。それから？ヒントはそれだけ。逆だよね。ああ、スクーターのガソリンか。あ？ほら見ろ、やっぱりレキじゃん。なんであんたがここにいんのよ。ヒョコ、かっこいい。何すんだよ。こんなもんすんな、バカ。バイクもやめろ。バカはてめえだ。こいつは町の許可取って天下御免で乗ってんだ。あ、残念。ヒョコ、
おめえの負けだよ。ほら、巻き込まれないうちに行くわよ。東の廃工場も廃羽の巣でね。あっちは男女共学なのよ、羨ましいことに。へえ、さっきの帽子の人も廃工場の廃羽なの？そう、いろいろあったのよ、あの二人。いろいろって？あの頃はオールドホームに私とレキと子供たちしかいなくて、レキはなんていうか荒れててね。いろいろあって大喧嘩してさ、レキは家出しちゃって、後で聞いたらさっきのこと駆け落ちしててさ。わあすごい、駆け落ちかっこいい。真似しちゃダメよ、そのせいであの二人お互いの住んでる地区に入れなくなっちゃったんだから。ああ驚愕もいいかなと思ったけど、廃工場の男の子たちは嫌い、ガサツで。私の記憶の中にはもう一人の私がいる。ネムたちは違うと言ったけど、どこかに両親や住んでいた町があるんじゃないかと今も心のどこかで思っている。羽が体に馴染んだらこの違和感も消えるのだろうか。ここではみんな小さな空でさえ仕事を持ち自分の力で生きている。でも本当は見えないところで支え合っているのだ。当たり前のことだけど、ここに来て初めてそれを知った気がする。いいのかな私、こんなに幸せで。おはよう。手伝っていい？そりゃいいけど、次夕方よ。じゃあそれまで調べ物してるよ。調べ物って？世界の始まり。あの子どうしちゃったの？内緒、そっとしといて。そういや、ネムがここで働き始めた頃ってあんな感じだったっけ？そうだっけ？世界の始まりにおいて、そこにはただ無という名の暗い霧があった。神が現れた。神はただそこにいるだけで、無に光を、もたらした。神がその頭上に輝く。太陽となった。ダメだよこれ、穴だらけだもの。しゃあない、あとは私らで考えるか。あっ。やだ、見てないで起こしてよ。なんだか幸せそうに眠ってたから。調べ物はどうだった？うん、世界の始まりって不思議。いろんな場所にいろんな物語があって、でもみんな少しずつ似てるんだね。で、答えは？ネム、ヒントが答えなんて反則だよ。しょうがない、見ても笑わないでよ。あーすごい、これどうしたの？本の修繕してる人に頼んだの。大
変だったんだから。読んでいい？笑わない？もちろん。まだ決まらなくて、何かない？アイディア。あ、笑わない？もちろん。見ててちょうどそんなこと考えてたの。失礼ね。ダメよ。これは偉い人のお話なんだから。それはネムの本だから。読んだ時ネムの顔が浮かぶのがいいと思うけどな。私そんな行儀悪くないでしょ。ひどいな。もっと品のあるアイディアを募集します。さあ残業残業。よかった、残業でもうクタクタ。ネムは？残業の残業。あ？本の修繕技師の人に話があるんだって。一緒に働いてて思ったけど、ネムって本当はすごいしっかりしてるよ。そりゃそうだ、やることやってるから居眠りしても誰も怒んないのさ。なるほど。呆れるけどね。ほらよ。ありがとう。ああまたな。あ、そうだ。さようなら。おう、坊主も気ぃつけてな。ほら。バイバイ。くぅ、あ、ラッカだ。何してたの？ん？挨拶。挨拶？ダメだってば。いいからいいから。ダメ。おはよう。あれ、ネムは？まだ寝てる。なんだ、珍しく早起きして頑張ってると思ったら。ううん、昨日夜中まで図書館に残ってたから。何？仕事？個人的なことだけど、すごく大事なこと。かな。はぁ？なんか知らんけど。そりゃあギリギリまで寝てるな、きっと。ラッカ。あ、これ三角三角。ああ大変。ラッカ、ご飯いらないから。あれ、ドンピシャ。スミカさん喜んでくれるといいね。呆れられたらラッカのせいだからね。え、なんで？そりゃあなたとの合作だもの。表紙にラッカの名前入ってるからね。へぇ。今さら何よ。そうじゃなくて、いいの？連帯責任よ。覚悟しなさい。ネム、私すごく嬉しい。スミカもそうだといいけど。そうに決まってるよ。神がその頭上に輝く、神がその頭上に輝く降臨を手に取り、高く掲げると、それは太陽になりました。
神が杖を一振りすると、無は二つに裂け、一つは空に、一つは大地になりました。ところが、手元が狂って、山と谷が生まれました。神は、失敗したが、それもまたよしと言われました。神が大地に絵を描くと、次々と草や木が生え、鳥や動物が生まれました。それから神は、自分の姿に似せた生き物を思い描かれました。しかしこれは、神とそっくりすぎて失敗でした。そこで神は、羽を灰色に塗り、氷に穴を開け、灰羽と名付け、それを頭の隅にしまい込みました。神は改めて、羽も氷もない人間を作られました。これは良い出来でした。神はすっかり満足して、そのまま居眠りをしてしまいました。消えてしまうはずだった灰羽は、こうして神の頭の中から抜け出すことができました。神が目を覚ますと、すでに灰羽は空に浮かんでいました。でも神は失敗には寛大でしたので、そのちっぽけな世界と灰羽たちを残すことにしました。こうしてグリの町は、大地でも海でもない場所に、今もぽっかりと浮かんでいるのです。前略、どうも、歴です。好きな教科は歴史。好きな歴は太陽歴。年を食ったと思ったら、そう、還暦。無理ありすぎだって、この予告。